君が今日付けで着任した新人だな。ここは何もない僻地だ。まあ、リラックスしてくれ。俺からは以上だ。あとは彼女に任せてやる。マリア。何が彼女に任せてあるですか。せめて自分で名乗ってください、護道隊長。見たか、名乗る必要なかっただろ。もういいです、あとは私がやりますから念願の再会だ。邪魔者は消えるさ。もうめんどくさがってちゃんとやらないんだから。改めてフェンリルヒマラヤ支部へようこそ。歓迎するわ。3年ぶりになるね。あなたも無事ゴッドイーターになれてよかった。私のただ一人生き残ってくれた弟。早速だけど、事情説明とあなたの能力査定を兼ねて私の任務に同行してもらってもいい？ごめんね、ここの周辺一帯の状況は説明するよりも実際に見てもらった方が理解が早いわ。護道隊長が言っていた通り、ここは僻地で危険レベルが低いのだけど、その分人員も最小限しか配備されていないから深刻な人手不足なの。単独行動も多くなるから生きていくには個の力が問われる。あなたなら大丈夫よ、私もついているから。ねえ、あなたの正面の壁なんだけど、上を見て確認してくれる？フェンリルのエンブレム？どういうことなのかしら。詳しく調べる必要がありそうね。近くに通路が見えるでしょ？そこを進んでみましょう。レーダーに荒髪の反応があるわね。ジンクの準備はいい？ドレッドパイク、小型種の荒髪ね。ジンクで攻撃して。はい。はい。今のでアタックよ。覚えておいて。そこに段差があるわね。ジャンプをして飛び越えてみせて。うん、いい身のこなしよ。またドレッドパイクね。今度はヘビーアタックで倒して。はっ。また段差ね。ジャンプで登って。こんなところにオーガテイル。さっきのより強いけど倒して。はい。セイフ、セイフ。今度はドレッドパイクとオーガテイル。落ち着いて、一体ずつ倒すのよ。無事ね。せっかくだから倒した荒髪を捕食しましょう。ヘビーアタックを押し続けると、人気の形状が変わって、
捕食できるわ。合流できるわ。間違って逆方向に進まないようにね。問題なかったわね。もう少し調査をしてみましょう。ん？ねえ、何か聞こえなかった？あらがみ！攻撃可能。
やるぞ。